君は一つの選択をした。その結末に満足？これが望んだ未来の形？君はこれまで途方もない君を繰り返してきた。この世界がそうであるように、君も今回もまた大切なものを失ってしまった。悲しいかい？できるものならもう一度やり直したい？それとも永遠の今でいたい？ノア、ノア、ノア、見てくれ、ついにウロボロスストーンの発動に成功したんだ。まだ未解明の部分は多い。秘めた機能があるのかもしれない。だけど今のこの状態でも十分すぎるほどの力を放っている。これさえあれば女王陛下から託された思いを成就できる。世界をメビウスから取り返せる。ああ、その通りだ。あと3ヶ月、それだけあれば。見よ、無力だな。その程度の力でこの流れ変えられるとでも思ったのか。流れの中にあるものよ、委ねよ、お前の全てを。おはよう。まだ寝ていてもよかったのに。ああ、おはよう。食べる？ああ、起きてすぐは苦手なんだっけ？いや、もらうよ。明日はいよいよメビウスとの決戦だね。長かった私たちの旅もこれでようやく終わる。大丈夫、まだ3日もあるんだよ。それだけあれば私たちなら大丈夫。流れの中にあるものよ、委ねよと言ったはずだが。何をだ。これで何度目になるか。よ、そんな、俺は世界を変えようと思ったんだ。
誰のために？彼女のために。でも逃げた。ノア、僕たちを裏切るのだ。私たちを見つけると。ウロボロスストーンの力あるんじゃなかったのかよ。俺たちはお前を信じてここまで来たんだぞ、ノア。ノア、どこにいるんだ、ノア。自分のためじゃなかったの？違う、これは俺じゃない。自分しか見えていなかった？違うんだ、俺はでも変わっていった。元気な声だな。外まで聞こえてたよ。父親にかな。母親にだろ。私たちの思いの結晶だものね。新しい世界へとつながる新しい命。ああ。名前どうする？まだ決めてなかったよな。決めてよ、得意でしょそういうの。え、いや、俺が名付けるのはやめた方がいいと思う。だと思った。じゃあ私がいい？うん。この子の名前はね、あなたと共にありますように。ミオ、
父さんはここまでだ。わかるな。だけど、父さんと母さんの思いは、命は、お前へとつながっている。お前は、一人じゃない。辛いこと、苦しいこと、いろいろなことがこれから先、お前を待っているだろう。もう無理だと、諦めかけることもあるだろう。それでも歩くんだ。仲間を見つけ、一緒に歩き続けるんだ。父さんと母さんがそうしたように。そばにいるよ。なぜ俺は泣いている？なぜあんな顔をしている？もう一人の君はこうだったんだよ。もう一人の俺？過去の君さ。過去の俺。そして選んでしまった。人の前には常に道が二つある。右か左か、選んだ先には何がある。希望か絶望か、繰り返し繰り返し、途方もない数の選択を、お前は、人はこれまでしてきた。結果に満足できればそれでいい。しかし、満足できない場合はどうする？打ちひしがれて嘆くか、
怒りをたぎらせるか、時が止まればと願ったことはないか、永遠に今が続けばと、聖人を、世の断りを超えてもなお現れるお前たち二人の命、我はそれにとても惹かれたのだ。我が名はZ、メビウスを滑る者、叶えよその願い。お前は選択した。永遠の今を。君はメビウスになった。共に永遠の今を生きるために。本当にそれでよかった。もう一度時が止まればと願いたい。なぜ君はここにいるの？もう一人の君と別れて、なぜ君たちは存在しているの？知りたいと思った。何を？笑顔のわけ。それが俺が送り人になった理由だから。教えてよ。友達がいたんだ。ランツやユニア、ヨランと同じくらい大切な。ノアはまだ行くのかい？え？僕はここでいい。クリス？いいって何が？ありがとう。送り人を続けてきた。ずっと思ってた。残された俺たちを哀れんで笑ったんだって。かわいそうだね。ごめんね。僕は先に行くよ。辛いだろうけど頑張って。ずっとそう思ってた。でもミオも笑ってた。今ならわかる。
あの笑顔の意味が。満足だったんだと思う。最後のその時が俺たちに託したんだと思う。未来を、みんなが笑顔でいられる世界を作ってくれって。でもそれって悲しいよ。そんな笑顔しか選べないなんて。いろいろあっていいはずなのに。今のこの世界が笑顔を選ばせない世界なら、限られた未来しか選べない世界なら、そんな世界を俺はぶち壊したい。あの笑顔に応えたい。だからここにいる。もう一人の君と同じ道は選ばない。もしかしたら選んでしまうかもしれない。でも変えてみせる。何があっても。それがミオが俺に託してくれたことだから。たった一人になっても、たった一人になっても、だったら。一緒に歩こうよ。